第1弾、2弾、で3弾までやることができて、本当に皆様のおかげだと思って、本当に嬉しく思ってます。緑子ちゃんは役に入り込むタイプで、もうあざだらけで喧嘩のシーンとかだけど、舞台の上でバキッとこうやる素晴らしい女優さんで、また今回もいろんなバトルができるんじゃないかと今からワクワクしております。新橋演舞場はスタッフさんがプロ意識の高いスタッフさんばかりで、ラジオ体操とかをみんなで大道具さんとやるんですけども、そういう、こうプロ意識の強いスタッフたちに囲まれて、また今回もできるということを嬉しく思ってます。で、南座もこの前やらせていただいて、劇場の人たちが家族のように親身になっていろいろ考えてくださる方が多くて、老舗の再スタートの時にこの作品を上演させていただいて、それが出演できるということをとても光栄に思ってます。有頂天シリーズ第3弾、喜劇有頂天団地、笑いあり涙ありの隣人戦争、報復絶倒喜劇にご期待ください。劇場でお待ちしています。